今回はこのネオンタイプの LED を使って小太鼓に電飾をつけてみたいと思います。用意する材料はまずこのネオンタイプの LED、 一応お祭りなんでね、赤と白用意してみました。 LED 以外に用意するのは、2つ点灯させるので、分岐させるやつですね。それとなくてもいいんですけど、あると便利なのがこのスイッチ、間に挟み込むだけでこう押せば切り替えができるようなスイッチになります。あとコントローラーなんですけど、さっきピカピカしてたのはこの、リモコンがついててオンオフいろんな切り替えができる、リモコン付きのスイッチなんですけど、今回は、せっかくなので音圧センサーを、市販で売ってたので音圧センサーを使ってみたいと思います。これは一応その音圧とかある程度は調整が効くようなやつですね。でこれはオスメスでインアウトでつけてます。だからもうこれ挟み込むだけでいけるはずなんですね。それと電源なんですけど、今回は動き回りたいので乾電池、8本の乾電池ですね。でこれ動くと結構ずれたりするので、私は割とこの養生テープとかでしっかり貼ったりはしています。でこれも電源つなげるようにこうコード売ってますので、このコード付きでこっからコードで挿せばいいっていうような感じでやってます。じゃあつなげていってみましょう。まずは、LED にこの分岐させるコードをつなぎたいと思います。さあさあ、で次にこれにコントローラー、この音圧センサーがついてるコントローラー、これをつなぎます。つなぎました。でここに、スイッチをつなぎます。で最後に、電源ですね。電源、とりあえず今回は乾電池8本つなぎます。はい、今回はこの音圧センサー、マイクついてますよね。ここにある程度音が入るとつく、いい感じですね。